見てたいぐらい本当に。私絶対汗すごいから絶対あれなのできないですもん。ただでさえ髪型ボサボサでそれすら抑えられないのに絶対無理私。なんならリップの色さえ色すら変えれなくて出ちゃう、出るしかない時とかもあるので、あったので本当にすごいと思います。だって水も飲まなきゃそうだし本当にすごいと思います。やっぱり12期の先輩さんは違うなと思いました。絶対トムならできない気がするな。あれどうなんだろう。そうすることいっぱいで本当にねパニックですよ。髪飾りも変えなきゃだし衣装も変えなきゃだし、靴も変えるでしょ。でお水も飲むしリップも飲むし前髪とか髪型とかも大変なの。もう本当にだからすごいと思う。それが一曲しかないしで出る位置とかもあるからマイクの準備とかだからめちゃめちゃすごいですよ本当に。本当にすごいと思う。16人公演で何回1回だけ髪型変える時もあったりもするけどあったりするんですけどたまにね。それよりめちゃめちゃ難しいと思う。でまた僕夏公演次の予定いつとか出てないじゃないですか。そうでもそうメンバーも他にもいっぱい出たいメンバーとかもいると思うから次いつ出れるかとかわからないんですけどまた出たいなって本当に思いましたね。ひななさんがいると盛り上がるひななさん本当に面白いですよね。本当に面白い。ひななさんとチーム K の楽屋も恋しいねって話をしたのでチーム K の皆さんにも会えたらいいなって本当に思いますね。すごいミンムーリン公演みたい武藤姉妹公演みたいなミリンズ公演行きていっぱいあるできるといいですけどね。どうなんだろう。でもね本当にできたらいいですよね。今日の実況配信用に楽屋がにぎやか、もう本当に本当ににぎやかです。今日は楽屋みたいな感じで話してたんですけど4人じゃなくて楽屋は8人なのでめちゃめちゃ元気です。ゆいりさんもやーってなるしさほさんもやーって感じだしすごいねにぎやかです。わちゃわちゃしてます。だから今日の楽屋の雰囲気がすごい気になります。結構落ち着いてる方が多いイメージなのでどんな感じなんだろうって言ってこれもカメラ仕掛けたいですね楽屋に。何人がクラシックをかけてるんですよ。まずクラシックガンガンだから「チュール見つかった」だって。そう私ねそう昨日の配信で話したんですけどなんか「チュールチュールチュール」ってあるじゃないですか。それを探しに今日行ったんですよコンビニとか薬局に。そしたらなくて猫用チュールはあったんですけど犬用がなくてなかなか。だから今度探してそうアイスにしてチュールアイスって調べたら結構作ってる方がいっぱい出てきたのでそれを参考にしてそうなんか作っておぶりに夏をね夏を感じてもらいたいなって思いますね。チュールアイス
犬用ありますよ。なんかね、猫用のチュールはマグロみたいな、マグロ味みたいな感じなんですけど、犬用のチュールは鶏ささみとかそんな感じだった気がする。調べたんですよ、ちゃんと。ちゃんとしてるでしょ。そうですよ、人間界ってすごいグルメだなって感じること多くなったじゃないですか。チーズドッグとかタピオカとか。人間界だけじゃなかった、犬界もそうだった。すごいよね。早くオグちゃんにも夏を感じてほしいな。って思いますね。オグリの帽子はだって、なんかそう、オグリにお母さんママがオグリって書いてある刺繍を入れてサンバイザーみたいなやつを買ったんですよ。ちゃんと耳のところも開いてる帽子を買ってて、ママがで、オグリにこの間かぶせてたんですけど、撮りたかったらしくて、なんだこれは、なんだこれはってなって、こんな感じになっちゃって、私に何すんのよみたいな感じになっちゃって、でなんかでも耳がちゃんとあの出てるから、こうやってなってるから、帽子から出てるんですよ。だから取れないんですよ。だからこうやって頭抱えてた、こうやって頭抱えてた。ちょっと動画に撮ってて面白かったです。あーってなって、それをママとトメと動画でこうやって撮って見てて、あー頭抱えちゃった、頭抱えてるね、あー頭抱えちゃったって言ってみんなで撮りました。面白かった。でも今日か昨日かにオグリがまたその帽子をつけてた、つけられてたんですけど、すごいおとなしくしてたんで、多分気に入ったんだと思います。さっき家族 LINE に写真が送られてきてた、つけられてました。お兄ちゃんもこんなノリよく喋ってるんだね、かわいい。ありがとうございます。ノリよく喋れてますか今多分今日の実況配信があったおかげかもしれないですね。いっぱい喋れたので、久しぶりにペラ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 とペラ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 と、だから多分そのスイッチが入ったまま今喋ってるんだと思います。諦めたのかな、帽子かてつけられて、あ無理だってなったのかな。いやでもあれは結構日よけ帽子なので夏にはいいと思うんですけど、やっぱ暑いのかな。ペラペラペラボー、本当にいい曲ですよね。おりんだいぶノリいいけどね。だってありがとうございます。握手会が恋しいな本当に。全力でボケてくださる方とかいらっしゃいますもんね。なんか懐かしい楽屋に行ったら香里ちゃんがいつもボケてるし、面白かったですね懐かしい。早くできたらいいけど、できるといいな。おりんちゃんに会いたいって念じたら夢に出てきたよ。だってありがとうございます。これからも念じててください、ぜひ。もちゃもちゃだけでも。私は昨日あのポケモンの枕で最近寝てるんですよ。すごいふかふかで。そうで、今日そのせいかどうかはわからないんですけど、リザードンに乗って世界一周する夢を見てめっちゃめちゃ楽しかったです。っていうね、とてもいい夢だった。楽しかったよ。リザードンに乗って空飛んでたら、エジプトらへんのところであれと会ったの、あの見せて、あホルゲンワールド歌ってるアラジンとジャスミンとすれ違って、でそれに気づ、私がえもしかしてと思って気づいたんですよ。でもあっちは歌いながら通り過ぎていくわけですよ。
待ってって思って、あれ絶対そうだってって思って、え追いかけるかどうかどうしようと、声かけた方がいいかなと思って、でも人違いになったら恥ずかしいなと思って、えでも絶対そうなんですよ、歌ってるから魔法の絨毯乗ってるし、え絶対そうだと思って、あーと思ったけど、やっぱ勇気が出なくて声かけられなかったの。だからすごい声かけとけばよかったなってめっちゃ反省してます今。もう一回乗ってピラミッドのところまで行ったらすれ違えるかな。いやー本当に、だって私プリンセスになるの夢なんですよ、夢なんですけど、だってそのプリンセスが隣通ったんですよ。え、だね、絶対そうだったと思う、本当にそうだったと思うんですよ。ハモってたもん、いいな。実写版？うん、実写版じゃない、 2D アニメのまんまでした。だから実在するんだってすごい思いました。っていう素敵な夢を見ました。いいね。逆に自分たちの世界に入り込んでるから話しかけてはいけない。よかった、やっぱ話しかけなくて正解だったのかな。いやでもサインは欲しかったあ、そう、アニメのままでした。二度寝しなかったの、しなかったです。今日はなんか起きちゃって。今日は起きちゃいました。でも今日真中が何時間、結構いっぱい寝たって言ってましたよ。やっぱ若い子はいっぱい寝るのかな。プリンセスってサイン、プリンセスってサインしますよね。私昔ディズニーランド、ディズニーシーンに行ってた時にキャラクターとあの写真を撮るのが好きで、って言ってもすっごいちっちゃい時なんですけどね、その時になんかメモ帳っていうんですか、サイン色紙みたいなの、なんかこうやってペラペラめくれるミニ版のやつがあるんですけど、画用紙みたいな、それにあの渡してた人を見て、ペン渡し、キャラクターにペン渡してキャラクターにサインしてもらって、こうやって返してるところ見て、キャラクターってサインするんだって思って何回か真似したことがあります。それだから誰かのサイン持ってると思う、マリーちゃんとか持ってると思う私。いいよね、夢がある。サイン会とかも懐かしい。サインください、座布団1枚。歌っちゃいそうになる。 iPad 抽選にも、あ、そっか、 iPad 抽選、それもなんか時代感じますけどね。ジャケットサイン会、懐かしい。ジャケットサイン会もう懐かしく感じるもん。多分去年とかやってたやつですよね、普通に。いやー、なんかページとか選んでね、懐かしいよね。じゃあちょっとユイリが好きなの、ユイリとこのとこにサインくださいって言って、ユイリさんだーって言ってサインした記憶がすごいある。サイン飾ってますよ、だって嬉しい、ありがとうございます、大切にしてくださってありがとうございます、嬉しい。サイン大切にしなさい。あ、すごい、あ、座布団、座布団がいっぱい飛んできた、星がいっぱい飛んできたありがとうございます。
ツーショットもね懐かしいね。今できなさそうだね、ツーショット難しそう。でも楽しかったな。懐かしい。エモい、エモいとはこのこと。浴衣祭りとかもね、本当ならいつだ、8月の3連休ぐらいの時期にいつもありましたもんね。すごい、あの時に浴衣、私浴衣って本当に全然着たことなくて、幼稚園小学校中学校高校着たことなくて、AKB になってから初めてあの浴衣祭りで浴衣着させてもらってのが初めてだったので、すごいなんか浴衣イコール夏だと思ってたので、あの浴衣祭りで夏を感じてました。そう、だから浴衣の写真を持ってる方々はレアですよ。私自体浴衣全然着ないから。なんかあの時あの日ってさ、タイムラインがさ浴衣着てさ AKB グループの子たちで溢れかえるから、すごいなんか楽しかったの覚えてるし、裏も浴衣着てる可愛い子たちいっぱいだったから、そう楽しかったな。空調がなんか暖房に切り替わった気がするな、嫌な予感がする。よいしょ、なんか私いきなりこのエアコン暖房に切り替わる時があるんですよね。怖いんですよね。よくなんか鏡が曇り始めてすごい湿気がいっぱいになる時があるんですよ。でいつもなんかサウナ、ここサウナって思って、いつもこたつの中でなんかあったかい、なんかもう鍋、めちゃめちゃ辛い鍋とかを食べて夢を見ると、あやばいこれやばいと思ってパッと起きると、やっぱりその空間になってるの、そのサウナっぽい部屋の空間になってて、空調が暖房に切り替わってるんですよ。しかもそれ冬はまあ冬でもまあ結構やばいんですけど、夏だと本当に焦るそう、なんか多分なんとかモードみたいなのが多分働いちゃうんだろうな、きっと。いつもねめちゃめちゃ確かめてから寝ますね。最近はあんまりないけど、っていうね、そういうことがありますね。お兄ちゃんが全部目を閉じてる、何自己ツーショット持ってるのがレア、そんなのあるの、怖っ。それが思い出になってるんだったら嬉しいですけど、それでいいのでもありがたいですね、ありがとうございます。まだ持ってくださってるってこと、すごいね。自己写真可愛くネズミの加工とかでもしててくださいスノーは神様だからね。はじめまして、はじめまして。お兄ちゃんがよく使う加工アプリもあるんだって。B612 と、なんかユーライク使ってたんですけど、ユーライクがなんかそう合わなくて、で今ソーダに好きなフィルターがあってソーダを使うんですけど、なんかすごい加工してますって顔になっちゃうんですよね。だからそれが結構嫌で B612 を最近よく使うにしてますね。
握手会の話聞けたら痛みますだって、ありがとうございます。私もそうです。お兄ちゃん、トメさんの映画見ましたか？なんか見てはないんですけどまだ。でもなんか今日弾いてましたよ、ピアノで。その音楽ダン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 って弾いてました。最近はおりんちゃんのインスタは化粧品の写真がいっぱい。そうなんですよ。そう、なんか不思議なんですけど、これやっぱり自分を載せてると、まあ、いいねがいっぱい来るんですけど、コスメとかネイルとかの写真を載せるとやっぱいいねはそれに比べると全然少ないんですけど、なぜかフォロワーは増えるんですよね、そっちの方が。なんでなんだろうと思って、だから程よく載せていこうかなって思います。なんか最初需要ないかなと思ったんですよ、コスメとかなんかメイク道具とか、あんまりあれかなって思ったんですけど、そう、なんか不思議なんですよね、そのシステム。だから載せてみようって思いました。そっちにも、そう、女の子が見てるから、あ、そうなのかな。まあ、インスタに今ね、いろんな層の方がいらっしゃるからね、なんかいろんな層の方が見てくださってることを踏まえてなんか載せていけたらいいなと思いますね、これからも。あとはこの結構最近家にいる時間がすごい増えて、コスメの写真が一番上げやすいっていうのもありますね。家でなかなか撮れてないし、映える場所があんまりないっていうのと、あと大体もう出尽くしたっていうのもありますね、家の写真。結構もうこの春お家で撮ったっていうのが結構ある。でもインスタね、見てくださって嬉しいです。そう、インスタのフォロワーをねどんどん増やしたいんですよね、特に全部のフォロワー増やしたいんですけど。オグリの写真も見たいなって。じゃあオグリ、オグリね、カメラ向けると嫌な顔するんだよね、多分分かってるんですよね、撮られてるって。でもいい写真が撮れたら載せますね。なんかオグスタグラムも見たいって方も結構いるので、ツイッターもインスタも755もフォローしてるよ、ありがとうございます、嬉しい。ぜひショールームもよろしくお願いしますねだれ、嬉しいです、ありがとうございます。なんか全部に通知が行くように行くぐらいに頑張りたいと思ってます。あとメールもよかったらぜひ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 、メールが一番素が出せるので。オグリも推しメンだよだって。オグリメンバーになっちゃった、あっちゃなっちゃった。オグリ推し犬、推してる犬、推し犬。ツイッター755、インスタショールームメール全部見てるよ、ありがとうございます、コンプリートすごい嬉しいですね、ありがとうございます。通知来るように設定してるようになって嬉しいです。でも本当にすごいですよね、なんかツイートした瞬間にいいね来たりするとおおと思いますもんね、インスタも載せた瞬間にいいねとか来るとえっと思う。インスタも載せた瞬間にいいね来るようになってるの、あれって。なんかツイッターは聞いたことあるけど、インスタそうなってってるんだって思ってびっくり。本当に載せた瞬間来るの本当すごいなと思う。誕生日におりんちゃん見れる幸せだって、おめでとうございます。新人高松さんおめでとうございます。英語
ハッピーバースデー、素敵な一年にしてね。あ、インスタも通知来るんだ。なるほどね、だからか、すごっていつも思ってた。誕生日でって叫ばないと。懐かしい、握手会でやってたね。握手会でお誕生日の人がいたら、そうだよね、そう時々ね、あの周りが動画とかじゃないとやってたんですよね。この人誕生日ですってレンに向かって叫んでな、レンのみんな優しいからお祝いしてたのみんなで、おおおめでとうございますってなってた。あの人なんか携帯いじったりして、なんかみんなちょっとなんかこうやって感じで待ってるんですけど、ちゃんとねそういう時にはね、おおめでとうございますってやってあげてて、あすごい優しいな、拍手って思ってで見てた。懐かしい。でもすごいね恥ずかしそうなんですよ、みんなお祝いされてる本人方は。多分私にお祝いされしてほしてほしくて、なんか私に多分そういう報告をしてくださって、それもすごい嬉しいんですけど、なんか誕生日って言ってくるのすごい嬉しいんですけど、そうなんかなのだけなのに私が大声で叫んじゃうから、そう恥ずかしそうな方をする顔が多い、顔をする方が多いって印象。8日前誕生日でした、おめでとうございます、ハッピーバースデー。8日目、でもお祝いしてもらえるのは嬉しい、めよかった。私も皆さんにお祝いされてすごい嬉しいので、そうお祝いし返したい、お祝いし返したいってなんか怖いね言い方、お祝いをし返したいかうんって思うので、お返ししたい、それだ、お返ししたいので、お祝い返し、いい言葉。なんかいいのかと思った。誕生日トムと同じなのが少し、おおおめでとうございます。11月25、何か感じたの？いや、え、なんかコメント欄で幽霊っていう人がいてすごいびっくりした。幽霊いんのかなって思っちゃった、怖っ。お凛ちゃん誕生日握手会もあったっけ、なんか会った時となかった時がありましたね。なんか会った時はなんかすごい皆さんにお祝いしてもらった記憶があるし、あともう一回の時はあれでしたよ、公演の日で、確かその日が十六期公演の千秋楽の日だったんですよ。なのでその日の3回公演だったんですけど、お日朝公演で、ん、 おやつ公演に生誕があって、で最後の公演に千秋楽があってっていう、なんかすごい日があって、それで応援してくださったのも思い出があるんですよ。ジュラキの曲大好きだって、ありがとうございます。ドキつこうか、もしかしてフフ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 
然胸がキュンとしてきた。今日何時まで配信しようかな。今何時ですか。私のお部屋の時計まだ止まったまんまなんですよね。早く直さないとと思ってる。あ、じゃあ21時までやります。20時44分らしいので。ありがとうございます。そうらしいので、だから55分になったらランキング読みますね。20時55分です。確か今日あれですよね、半沢直樹やりますよね。多分皆さん見たい方も多いと思うので、配信してます。母上ドアを閉めて、ドア閉めてください。あ、え、閉めてくれなかった。閉めてくれ。Okay、すぐそこっていうね、秒で。ただいまー今見てるドラマは、え、何見てるかな。何も見てない気がする。なんかやってたら見るけどって感じなので、ストーリーはバラバラです。でも今漫画にハマってて、そうアプリとかで漫画読むんですけど、あれ好きです。最近ハマってる学園アリスっていう、なんか超能力のお持つ小学生たちのお話で、それがすごい今ハマってる。アニメはフルーツバスケットドハマりしてます。この間、そうこの間さ、公演があったんですよ。公演、僕夏公演があって、その日の夜中の1時半から2時まで私とナーミンが見てるアニメをが放送の日だったんですよ。でその時にあのリアタイで見たくないってなって、なんか LINE が来たんですよ、ナーミンに。で、なんでまだ起きてるのって聞かれたから、いや今アニメを見るためにリアタイしたいと思ってって言ったら、えってなって、何時からってなって、1時半からいつもやってるよって言ったら、えそうなのってなって、でナーミンと1時半公園ですごい疲れてるのに夜中の1時半から2時まで起きてリアタイしました。やばい、今のシーンめっちゃ綺麗。あ、BGM、ここで BGM 良きとか、なんかそういう話してた。フルーツバスケットってアニメなんですけど、そう、すごいね、ハマってます。結構なんか周り、私最近ネットフリックスで知ったんですけど、結構見てる人多くて、ナーミンとフルーツバスケットの話をこの間の公演でも楽屋でしてたら、メイクさんが、実は私もそれ見てますって、声かけてくださって、すごい話弾んだんですけど、そうメイクさんも見ててっていうぐらい、え、見てる人たくさんいると思って、すごい嬉しかったです。漫画はね、なんか全部読める時があって、アプリでなんか無料で全部読めます、全巻読めますって時があって、その時にガーって読みました。だから最終なんか最後どうなるかとかも知ってるんですけど、でもアニメで見てもなお良いんですよ。絵がとても綺麗だし BGM も素敵なので。あとやっぱりね、アニメだと動いてるのですごいなって本当に思うし、声優さんもすごいし、なんか本当に素敵だす、素敵だすって言っちゃった、素敵です。
敵だす。アニメリアタイバカチ勢だって。なんかその時になんかハッシュタグ、そのなんていうんだ、そのアニメの名前とかで調べると、なんか一緒に共感してくださる方とかたくさんいて、ツイッターとかで、すごい、みんなリアタイしてるんだって思ったのが最初。でもリアタイし始めてまだ3回ぐらいなんですけどね。そう、なんかなんでリアタイし始めたかっていうと、ネットフリに上がるのがもう待ちきれなくて、ネットフリックスって上がるのが多分その放送日から何日か後なんですよ。もう待てないってなって、これはもう見たいと思って、そう踏み出して。でも一人でなんかそんな遅い時間にテレビ見てるとなんか心細いじゃないですか。だからそう、ハッシュタグで調べたら一緒に見てる仲間がいて、はっってなりました。だからみんなハッシュタグつけるんだね。多分ハッシュタグオリンメールでも調べてみたら、きっとオリンメールを撮ってる皆さんもきっとがきっとつぶやいてくれていると思うので、ぜひ見てみてください。というか私はあれを毎日見てるのが楽しみです。オリンメール毎日見てるのって。結構見ますよ。うん、ハッシュタグオリンメール、なんならメール送るじゃないですか。まだ皆さんに絶対届いてないのに調べちゃうから、で、あ、それは届いてないよなって自分で自分のこと突っ込んで、そうって感じです。送信っていつもやってるので、もう送信したら受信ってなってるとは限らないですもんね。皆さんがその瞬間に、私が送信でしたから、皆さんきっとこうやって受信ってなってるわけじゃないですか。そのタイムラグも考えてから、これからはシュッパシュッパ更新したいと思います。更新皆さんやってくださいね。私送信ってやってるので、受信今日のおりんちゃんも生ラメン濃いです。生ラメン濃い、ありがめん濃い合ってるのかな。はい、ありがとうございます。あ、方言なんだ。めんこいは可愛いって意味であって。生だめんこい、そう、なんかおだいりさんがストーリーで昨日載せてくださって、めんこいって書いてくださってて、めんこいってなんだろうって思いながら、そう、可愛いって意味だった。嬉しい、ありがとうございます。なんか方言でさ、私初めて覚えた方言がだんだんなんですけど、これ鳥取の言葉でありがとうって意味らしくて、そこからすごいダンダンって言葉すごい好きです。ダン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 ダダン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 ダダンダン。どこで覚えたの？なんか小学生の時に鳥取に旅行に行った時に、なんか船みたいなの乗ったんですよ。その時にちっちゃい、本当にちっちゃい、なんかもう木でできた船みたいな、3人ぐらいしか乗れないようなやつに乗って、その時にその船を漕いでくれたおじいちゃん、おじさん、おじいちゃんが
なんかこれで漕いでくださって、降りる時にダン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 って言ってて、あ、ダンサーのことかな、危ないってことかなって思って思って、あ、ありがとうございますって言ってたんですけど、そう、ママがダンダンって言われてダンダンって返してたから、うんって思ったら、なんかだってダンダンって言われてダンダンって返してるのってすごい不思議だなって思って、でな、ダンダンって何ってママに聞いたら、ありがとうって意味らしいよって聞いて、え、そんなのいつ覚えたのって聞いたら、なんかさっきおじいちゃんが教えてくれたって、その船の人が教えてくれたらしくて、ドヤ顔でダンダンって母親が言ってて、はっってなりました。私もダンダン使おうって思った。教えてくれてダンダン全然あんちゃんいつもねやってあげて、それはでんでんですね、武勇伝武勇伝ですね、でんでんですだんだんじゃないやねん。あ、20時55分らしいです、だんだん。はい、というわけでランキング読みます。方言は難しいですね。うん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 。最近ファンになりました、ファンファンやばい、ダンダンありがとうございます、嬉しい。ゆっこちゃん今日からファンファンですね、わかんない、ファンファンになってくれたら嬉しい、パンダみたい。確かに、待って、何をしようとしたんだっけ、あ、ランランを読もうとしたんや。13位アッキーさん、12位 NKT タ NKT ヌークかっこタイさん、コップンカ。11位ベレシカさん、カメザハムニーだ。10位ボディンスキーさん、9位アンソン、あとみんなの大好きな妹リンちゃんさん、あ、嬉しい、サンキュー。8位ミッチさん、ありがとうございます。7位ボイヤットタイファーさん、コップンカ。6位ムートンさん、ありがとうございます。5位ホークさん、ありがとうございます。4位ネモさん、ありがとうございます。3位ユキタンさん、そして2位マシューさん、そして1位がユミユミアットニーマさん、カメサハムニーだー、ありがとうございます。ランキングすごいグローバル、いつも1位2位3位の方にスクリーンショットのリクエストのポレレレレポーズを聞いてるので、リクエストがあったら教えてください、コメント欄で。もう絶対伝わってないよね日本語の渋滞って言います、こういうの。送信ポーズ、送信、これガラケーです、ガラケー。受信受信はい、プリッコポーズ、どんどん上がってくる波ポーズ、受信ポーズ、それしなきゃダメだから、そうですよ皆さん、私から命令が来たら受信ってやるの、受信、私が送信ってやってるからきっと。なので皆さんはメールが届いたら受信ってやるの。どんどん上がっていく波ポーズ大変だな、やりますやります。待って、なんだっけ歌詞、わかった、よいしょよいしょ。慰めの言葉は求めてなんかいない、生きているその意味知りたかった、はい終わりこれは何のこっちゃって人は、あのこれ、あのあれなんですよ、最初からこの配信を見てくださってる方にしかわからないネタなんですけど、
何のこっちゃって人は8月10日の私がツインテールしてる多分8月10日なんですけどの僕夏公演の金木星を見てください。はい、ナーミンが歌ってるところに私が真後ろにいてどんどんナーミンがツインテールになってるのでよかったら。はい、ということで4311人の分かんない方は大丈夫、まだ間に合う、8月10日のオンデマンド言えば大丈夫。はい、というわけで4311人の皆さんありがとうございました。また配信見たいなって思ってくださったらここにあるハートのボタンをポチッてしてくださると次私が配信を始めた時に私が全然携帯を見てなくても通知がポロンっていくようになってるのでぜひ受信するためにもらったここハートのボタンポチッてしてくださると嬉しいです。そして755とかインスタとかインスタグラムとかツイッターとかもやってるのでよかったら見てみてください。そしてオリンメールもよろしくお願いします。というわけでありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ、またね、受信。